ダギングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 M1 MacBook をですね、こうデスクトップ化するドッキングステーション、こちら2つほどご紹介したいかと思います。今回はですね、メーカーのベルキンさんの方からなんと2つほどねお貸し出しいただきました。で、1つ目が、こちらのですね、スタンドですね、なるタイプのドック、11-in-1 マルチポートドックというものと、もう一つがですね、デュアルディスプレイですね。まあ、あの外部のディスプレイに、まあ、2画面、出力できるものですね。まあ、M1 MacBook を公式にこう2画面ね表示ですね。まあ、いわゆるさっき言ったデュアルディスプレイができるドックです。こちらの2つをね、ちょっとご紹介したいかと思います。で、この2つをですね、まあ、それぞれ1ヶ月ほどね、使用しましたので、まあ、使ってみてここが良かったなとか、ここがね、なんかいまいちだったかなっていう点も、こう見えてきましたので、まあ、ありましたので、まあ、なんでこういった方にはね、このドッキングステーションおすすめじゃないかなとか、まあ、こんな方にはおすすめじゃないのかなっていうね、形でお話ししたいかと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとしたですね、リーク情報だったり、賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのは定期的にですね、こんな感じでアップしておりますので、まあ、チャンネル登録していただいてですね、最新情報、どんどんね、受け取ってもらえればと思います。またいつもご覧になってる、くれてる方のまだまだ 15% ほどですかね、登録者が感じなので、まだ登録してなかった方とかね、ぜひこの機会に、ね、登録してもらえればと思います。はい、あと、ま、一番右の通知ベルもねオンにしていただくと最新情報がね届きやすくなりますので、こちらもねぜひオンにねしていただければと思います。あとまあツイッターとかでもね、さらにタイムリーに情報発信してますので、こちらもよかったら、フォローお願いいたしますと。はい、ということで僕のねメイン PC っていうのはこの M1 のですね MacBook っていうのをですね、まあ、大体3ヶ月以上ですかね、こちらをメインでね、使っているんですけども、まあ、非常にね快適に使えてますし、まあ、MacBook のね質感とかデザインはね非常にいいんですけども、ただね一つやっぱ問題もね、ございまして、まあ、大きな弱点のこの一つとしてはですね、やっぱこの端子のね少なさなんですよね。これ MacBook ね本当全般に言えることなんですけども、端子がねやっぱここに2つしかないんですよね。はい、まあ、USB-C がね、まあ、サンダーボルト対応が2つしかないので、まあ、これだけでやっぱね、なかなか厳しいということで、じゃあどうするかっていうところなんですけども、まあね、僕とかも、まあ皆さん使われてると思うんですが、USB ハブってね、呼ばれるものですね。まあこういったものとか、まあ使ってもらったりとか、まあ SD カードとか、まあ USB-A とかをね、こうつなげるようになるわけなんですけども、ただまあやっぱね、こういった USB ハブとかでも、やっぱ M1 MacBook、やっぱ端子やっぱ少なくなったので、まあそもそもやっぱ足りなくなったりとか、まああるわけですね。さらにこれを、まあ自宅でそのデスクトップ的に使えて、さらにその拡張性を高めるものが、ドッキングステーションと言われるものでですね、まあ一般的にはドックと呼ばれたりしますが、まあ今回はですね、Apple も認めるですね、ベルキンさんからですね、お借りすることができましたので、そちらをねご紹介したいかと思いますと。で、ベルキンさんね、こちら知らない方のために説明するとですね、ベルキンさんの製品自体は Apple のね公式ストアとかでも置かれているものなんですけど、つまりこう Apple も認めるですね、非常にこうデザイン性の高い、まあ、信頼のおけるメーカーだということですね。で、まずね、ご紹介するのが USB-C のハブドッキングステーション 11-in-1 というものですね。こちらも、今年の、さっき見せたね、3月に、ね、発売されたばかりの製品なんですね。まあ、ちょっと開封はしてるんですが、これが、実際の製品なんですけども、ちょっとこちらをね、詳しく見ていきたいと思います。今、こちらがですね、ベルキン。これね、ベルキン製品ということで非常にね、質感がいいですね。奥にこの MacBook のスペースグレーがあるんですけども、まあ、そこと比べて もう全然ね、同じような質感ですよね。まあ、金属製でですね、結構まあサラサラしたようなね、肌触り。いや、このベルキンのロゴもかっこいいな。まあ、色味とかね、本当にスペースグレーとかとかなりね、似てますので、ね、やっぱ一緒に使っても質感がね、まあ、全然違和感ないかなっていうところですね。端子はですね、左からこれが 3.5mm オーディオ入力ですね。イヤホンジャックで VGA ポートかね、こっちが。プレゼンの時にプロジェクターとかに映すポートですね。SD カード、これ 3.0 で、下がこれマイクロ SD になってますね。で、こっちが LAN ケーブルですね。ギガビットイーサネットをこれサポートしてますね。まあ、LAN ケーブルをそのまま挿してインターネットつないだりとか。で、こっち USB が 3.0、2つですかね。で、ここが 2.0 になってますね。で、こっちがディスプレイポート、まあ、対応してる外部ディスプレイとかだとこれで映せたりしますね。で、最後、こっちが HDMI ポートで、で、ここは USB-C で、これ PD3.0 で対応ですね。まあ、充電はなんで一応ね、最大でパススルーですけど、まあ、85W まで、まあ、対応しているので、MacBook Air とかね、Pro の13インチとかもちろんなんですけども、あと、まあ、16インチとかでもですね、ここで充電、まあ、USB-C 挿して、全然いけますね。16インチとかでも、まあ、いけますかね。はい。で、底面はですね、結構、まあ、ゴム。これでね、固定ができるんですよね。まあ、なんで結構、なんか使って、まあ、スタンドとしても使えるんですけども、まあ、滑るみたいなことはないかなと思いますね。質感いいですよね。
一応この製品の特徴としてはね、いろんな端子が使えるドッキングステーションなんですけども、まあ、パソコンスタンドとしても使えると、まあ、角度的にはこんな感じなんですけども、まあ、普通にこう置いてね、まあ、こうスタンドとしてもね使えるのでね、こういう形で開いて、まあ、ここにまあ端子を挿して全部こう使えるようになるっていうね、まあ、非常に使いやすいかなと思いますね。はい、ではちょっとね、あの角度を変えましてですね、実際にこのハブですね、まあ、使ってみて良、まあ、かった点、まず一つ目なんですけども、まずあのスタンドのねこの角度がですね、まあ、これスタンドとしてもねあの使用できるんですけども、この角度がねめちゃめちゃいいですね。やっぱこのねタイミングっていうのかな、これねめちゃめちゃ、なんだかスタンドになるので非常にこうタイピングしやすいなというふうにね僕感じましたね。ちょうどいい角度なんですよ。まあ、一応あの僕はあのモフトっていうねスタンドをこのまあ M1Mac の下に今つけてて、ちょっと見えないかもしれないんですけども、これもまあ携帯性も良くていいんですけども、まあスタンドだけでもね正直なんかこれ欲しいなっていう思っちゃうぐらい、あのちょうどねこの角度がめちゃめちゃいいなと思いましたね。はい、まあ絶妙になんかこの高すぎずなんか低すぎずっていうね感じなんですよね。非常にいいなと思いました。で2つ目はですね、 SD カードのこの読み込みの速さですかね。まあ動画編集とかですね、ファイナルカットとかね僕使ってるんですけども、まあ、やっぱどうしてもね動画の画像とかデータとか SD カードね読み込み作業が必要なんですけども、これもね非常になんていうのかな、高速でですね、結構これもねデータ入ってるんですけど、バーって今ね来たと思います。バーって今ねこうめちゃめちゃ多分今画像とか入ってるんですけども、読み込んできてくれる、まあかなりね早く、まあ、結構重めの、ね、動画とかも入ったりするので、これはかなり嬉しいかなと思います。まあ、僕もそのフル HD で、ね、4K とかでまあ撮ったりしてないんですけども、読み込み時間とかがまあかなり、ね全然違ったりするので、これは非常に、ねありがたいと思います。まあ、使った SD カードはそんな、ね、別に普通のものなんですけどね。で3つ目いい点がですね、 USB-C1 本でもう全部つなげれるっていうところですね。はい、まあ、すぐにやっぱデスクトップ環境を、ね、作り出せるっていうところがいいかなっていうところで、まあドックっていうのはねすぐにやっぱこういった、環境ですね、まあ、僕の場合もう1個ディスプレイ出して、これ MR なんで1個しか、まあ、基本的に出せないのでこれでやってますけども、はい、まあ、USB ハブとかだと、まあ、どうしてもこう抜き差ししたりとかですね、まあ、あったりするんですけども、これ1本でもうこれ抜いちゃえばすぐですね、もうこのまま要するに Mac を、まあ、外でね持ち運んで、まあ、作業とかまあできるんですけどね。結構あとまあ端子がね後ろ側についてるので、まあ、結構目立ちづらいとかはありますかね。はい、でもしまあ帰ってきたらこのまま Mac を置いて、開いて、あとねもうこう刺せばよいしょと、まあ、充電もされて、ここにまあ充電ケーブル挿してあるん でこのままですね、はいっていう風なような感じに、すぐにこうなんかデスクトップ環境をね、こう戻せるので、これめちゃめちゃいいかなと思いました。で後ろまあ見た目も結構まあ割とすっきりするんで結構いいかなと思いますね。続いてはですね、逆にちょっと使ってみて、まあ、こうちょっといまいちかなみたいな、ところはですね、あのまず1個目は SD カードの抜き差しが結構なんて、まあ、面倒かなっていうところなんですよね。まあ、読み込みとかはね非常に早いんですけども、逆にこうあのこっち向きにねあるんで、まあ、SD カードをこう挿すときもちょっとこうしないといけないっていうかね、まあ、見えづらいのでちょっとこうなんて見て挿さないといけないっていうところがまああって、まあ、これはちょっと面倒かなってあの個人的に思いますね。まあ、できればこう横側とかにあればよかったかなと、個人的には思います。まあ、その分ただこうね後ろであの前から見ると非常にすっきりしてるっていうねメリットはあるんですけども、あとはですね、まあ重量とかに関してはどうしてもやっぱ USB ハブとか、あとまあこういったものに比べると持ち運ぶっていうね面ではちょっとやっぱりね大きいとか重いかなっていう、結構まあごつい感じっていうのはどうしてもあるかなと思います。まあ外出先でね、まあ、もちろんこれ持ち運んで使うとかも、まあできるんですけども、まあ、毎回持っておくというよりは基本的にはやっぱ据え置きとかで使う方がね、いいのかなと思いますね。まあ、こっちがおすすめかなと思います。続いてですね、USB-C のデュアルドッキングステーションというね、ものですね。まあ、M1 MacBook をねやっぱ弱点の一つとしてやっぱ外部ディスプレイ1枚しかこう出せないっていうのがね、まあ、あるんですけども、まあそれでやっぱこうでも2画面映したいなっていう人にはなかなかこの M1 MacBook ってあのネックになってくると思うんですけども、まあそこを解決するものなんですが、こちらはねデュアルディスプレイ USB-C ドックですね。まあ、大きさ的には結構まあ手のひらサイズぐらいですかね、そんな大きくないですかね。四角い形で、あとは付属してくるのはこの電源アダプター、これがね結構でかい
でかくて重いんですよね。今使うのはでもこのぐらいかな。で、端子としてはですね、電源ボタンこちらにありまして、まあ、イヤホンジャック、ここでイーサネット、まあ、ここに USB で、こっちに2つ、HDMI ですね、こっちは外部ディスプレイ。まあ、2つとつなぐ感じですね。なんで基本的に HDMI じゃないとつなげない仕様にはなっているのでご注意が必要かなと。でこの反対側はですね、イヤホンジャック、こっちも USB-C かな、いや USB-A、これバッテリー充電、こっちはね、給電ができますね。 2.4A で急速充電こちらできまして、あとまあ USB-C ポート、これがなんでパソコンとつなぐところですね。あとまあ電源、こっちはまあ電源がついているところの LED ですね。なんで基本的にこっちに前に向けてまあ使うかなっていう形ですね。こちら USB ドック、じゃあちょっとつないでみたいと思います。まあ、USB-C をつないで、あとはまあ本当にHDMI 挿すだけですね。とアップしたらこんな感じですかね。ちょっと反射しちゃってるけど、こんな形で結構ね、動画編集したりは僕はしてますね。まあ、こんな形でね、こう返して、まあ、ドックですね、ここに挿して、これが MacBook とつながってますと。つながってて、でこの後ろ側に HDMI が2本、このディスプレイの、ね、裏側に刺さってるという感じですね。はい、こんな感じでもうね、めちゃめちゃ簡単なんですけど、ただちょっとね、1個注意点がありまして、ディスプレイリンクというね、アプリを入れる必要がございます。まあ、アプリをねこちらダウンロードする必要があるんですけども、そちらを、ダウンロード、まあ、2,3 分ぐらいで終わるので、あとはまあ HDMI ケーブルをディスプレイと、こちらの、USB-C ドックに、つなげて、まあ、それを USB-C で Mac とつなげるっていうだけですかね。まあ、非常にねこれ簡単だなと思いました。特にねそんな面倒な設定とかは、ね、ないんですよね。まあ、なんか結構面倒な設定とか結構ね、まあ、個人的になんか勝手にあるのかなと思ってたりしたんですけども、まあ、そういったのもなかったりするので、まあ、非常にシンプルでね簡単かなと思いましたね。良い点、まあ、2つ目としてはですね、まあ、充電とかも、これ同時にねできるんですよね。まあ、これが要するにつなぐのと同時に給電式になっているので、まあ、挿すとこう充電がね、まあ、できるという仕様になっております。こちらも、最大で 85W まで、充電できますので、まあ、例えばその MacBook Pro の、まあ、16インチとかでも、まあ、一応ね、十分使えるかなと思いますね。まあ、充電の端子を挿す必要とかないので、まあ、1本もう挿せばね、要するにもう充電されて、あとまあ、デュアルディスプレイっていうね、形になるので、まあ、なかなかね、スムーズに使えるかなって。まあ、なのでさっきみたいに、まあ、1本取って、こう、まあ、カフェで外でね、作業しようかなっていう形で持っていってもいいですし、で、帰ってきたら、まあ、すぐこう、まあ、つないで、デュアルディスプレイか、まあ、非常にしやすいかなと思いますね。まあ、1本こうつなぐだけでもう、ね、すぐにデュアルディスプレイ環境が、できるので、なんか結構あれにつきゃなんか飛行機の、ね、なんかコックピットにこう座ったような感覚になりますね。結構いいなと思いました。続いてちょっとね使ってみて気になった点ですね。逆にここら辺ちょっとどうかなっていうところなんですが、まず1個目はですね、SD カードスロットがないっていうところですかね。はい、やっぱりどうしてもこうね、僕も今動画撮ってますけども、まあ、動画撮影したりとか、やっぱ画像とかね、まあ取り込んだりするのに、やっぱ SD カードっていうのをね、使うので、結構まあデュアルディスプレイね、ちょっと振り切った商品ではあるので、まあ仕方ないと思うんですが、まあ個人的には僕はね、やっぱ動画編集するので、まあちょっと欲しかったなっていうところはありますかね。まあ逆に言えば SD カード使わない人はデュアルね、ディスプレイ使えるので、これなかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあなんか株とかね、なんか例えばその FX とかFX でトレードするとか、勝手なイメージなんですけども、なんかこういったディスプレイで皆さんなんかやられてるじゃないですか。まあゲームしたりとかそういうのが、まあいいとは思うんですけど、ただね、あともう一個注意点としてはその 4K でのね、これ出力っていうのができないんですよ。フル HD なので、フル HD で、までしか出せないんですよ。まあ、4K 必須だよっていう方とかには、ちょっと向かないのかなと思いますね。あとね、さっき言った通り、注意点2つ目としては、ディスプレイリンクっていう専用アプリがね、必要になります。概要欄にリンクね、貼っておきますが、まあ、ちょっとダウンロードするときもね、ちょっと英語なので、まあ、そんな難しくはないんですけどね。まあ、アプリがね、必要なのは全然まあいいとは思うんですけども、やっぱ M1 Mac ね、1個しか出力できないんで、2つね、出すために必要っていうことなんですが、画面ね、仮にこれ1個とかでも、ディスプレイリンク、例えばこうディスプレイリンクマネージャーを消すと、もう画面もね全部消えちゃうんですよね。要するにね、画面が1つだろうが2つだろうが、この要するにアプリを返してこれを表示しているので、まあ、HDMI ケーブルがつながってるとはいえどもつかないっていうねところなんですよ。まあ、なんで最初僕つなげた時に HDMI ケーブル
挿したのにあれ映らないなと思ったら、やっぱりどうしてもそのディスプレイリンクっていうのが絶対必須にはなってきます。あとまあやっぱ HDMI ケーブル接続必要なので、まあ別途あのケーブルは必要になりますね。ただここにあのアプリがねやっぱ必要なんだっていうね関しては、逆にこういい点もありまして、逆にその画面1個だけにその集中したいみたいな時あるじゃないですか。こういう時は逆にこう消したらあの別に挿してても映らないので、まあなんであの逆にこうディスプレイね映したい時はオンにすればね、こうまたこうすぐあのディスプレイ戻ってくるんで2画面に、これなかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、なんでたまにまあこう映っててやっぱ1画面でちょっと集中したいなっていう時はあのリンクマネージャー消して1画面集中して仕事するみたいなこともできるので、まあ別にねその端子を別に抜けばいいじゃんっていう話かもしれないんですけども、まあこの一手間がないだけでも結構ね、まあ切り替えがねやっぱこうスムーズにできるのはやっぱアプリを返してるからっていうところもあるので、これ結構いいんじゃないかなと思います。あと3つ目はですね、ちょっとまあ負荷はやっぱりデュアルディスプレイにしてるのでちょっとかかってるのかなっていう感じはありますね。まあ繋いで僕もやって動画編集ですかね、3時間ぐらい実際ちょっとやってみたんですけども、ちょっとねいつもよりも M1 MacBook Air なんですけども、まあちょっとなんか暖かくなって、ちょっと厚めになったかなっていう感じはしました。はい、まあ、やっぱどうしてもやっぱデュアルディスプレイっていうので、さらにアプリも返してるので、なんていうか多少やっぱちょっと負荷みたいなねかかってるのかなと思いましたね。ただそれで別になんかその動画編集のパフォーマンス自体に問題あったかっていうと全然まあなかったので、まあ大丈夫だと思うんですけどね、まあ、特に問題なかったので大丈夫と思うんですけども、まあ、もしかしたら7、7時間とか8時間とかかなりまあ長い時間やると、まあ、もしかしたらなんかねゴリゴリに動画編集とかやると M1Mac でもなんかもしかしたらね、まあ、フリーズまでいかないと思うけど何かしらもしかしたらあるかもしれないですけど、ただ別にウェブブラウザとかさっきみたいにもちょっと株見るとかそういうのは全然ね大丈夫なんじゃないかなと思いますね。まあ、気になった点といえばそのぐらいですかね。でも逆に言えば、まあ、なんでおすすめの方としてはですね、こういった M1 の MacBook、まあ、Air とか Pro を使ってる方でですね、まあ、2台のやっぱ外部ディスプレイのこういったね環境がやっぱ必要だなっていう方ですよね。使いたい方でやっぱ SD カードねやっぱ使わない、あとまあ 4K でねこう画面出したりするのが別に必要ないかなっていう方は、これ非常におすすめなんじゃないかなと思いますね。まあ、で M1 でやっぱデュアルディスプレイで SD カードなし、 4K 必要ない方はよかったらね概要欄に貼っておりますね、確認してみてください。であの概要欄にあのベルキンさんの公式ページとですね、Amazon のリンクの方も貼っておりますので、気になる方はね、ぜひちょっと詳細ご覧ください。気になることとか、あとまあ細かいこととかね、こういう時はどうなんですかとか気になることとかあればですね、気軽にちょっとコメントの方をですねいただければと思います。また今後もねこういったレビュー動画をね上げていこうと思いますので、見たいという方はですね、あと最新情報ね、あと受け取りたいなということは、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ということで本日も動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。